はい、こちらなんですけどね、私の飲み仲間の方からね、その飲み仲間の人の友達が外国人の方がね、いまして、その外国人の方が、大阪のね、こういう無料のパンフレット配られてるのを、動画で、配信していただかないかな、いただけないかなということで、配信させていただきます。はい。まあ、こんな感じなんですけどね、私もね、先ほど1回目、これが2回目配信させていただいたんですけど、これ3回目なんですけどね。じゃあ、こういうのってね、僕がちっちゃい頃からあったわけじゃないんですよ。まあ、多分ですよ、5年前から10年前ぐらいから起き出したと思うんですけど、でもね、この3つの存在は僕よく見たことあるんですよ。で、じゃあ、近くにこの存在があります。ほんで、なんか昔から知ってます。じゃあ、中身見たことある方、一度も見たことありません。そんなもんなんですよね。で、まあ、今回ね、外国人の方にね、ちょっとね、紹介してって言われたんですけど、これすごいですね。これこんなに長いんですよ、これ。でね、この時もね、僕ちょっとパパッと言ったんですけど、こういうのね、作るのってね、やっぱお金なんですよ、本当に。多分大阪市が出してるんでしょうね、おそらくですよ。で、僕らからしたらね、ごめんなさいね、ガイドブック作ってくれた方ね、僕らからしたら正直これね、ゴミなんですよ。ごめんなさいね、変な意味で言ってるんですよ。でも、これを作るのにはものすごいお金がかかってるんですよ。ね。ごめんなさいね、変な言い方してね。ほんで、これがね、またすごいんですよ。無料なのにね、ほら。これ、わ、そうですね。これね、ほら。これが無料なんですよ、これ。わあ、ごめんなさい。初めて見た。あ、これね、さっきのこれと一緒かもしれないですね。これね、ごめんなさい。わあ、ごめんなさい。こっちね、これをね、これ本にしてるじゃないですか。こう、本にね。これを、こういうね、新聞っぽくした感じの、ほら、こういう感じでね、したんかもしれないです。なんかね、さっきのこれとほとんど内容はね、なんか似てるんですよ。ちょっと大きすぎますね。でも、わ、これすごいな。これほら、全部地図ですよ。ちょっとこれ、僕のね、カメラがちっちゃくて表現しにくいんですけど、今ちょっと半分にしますね。これ半分にしてもこれ入らないんですけど、ちょっと待ってくださいね。え、これでも初めて見ました、僕。こうなってたんだ。何でもね、勉強ですね。本当に。ちょっと待って、もうしゃあないな。ちょっとね、僕これ、カメラ外しますね。ちょっとイライラ動画になって鬱陶しいかもしれないんですけど、これね、外国の方が見たいんでね、多分ですよ。ちょっと待ってくださいね。私のね、家、ちょっと散らかってますんで、またね、片付けてね、いろいろしたいと思うんですけど、でもね、実際僕もこれ初めて見て驚きました。あ、こうなってたんだと、ね、ちょっとこれ外します。ゆらゆら動画になって悪いんですけど、ちょっと我慢してくださいね、外国人の方ね。よいしょ、ちょっと待ってくださいね。ほら、これですよ。ほら、すごくないですか、これ。こんな感じでね、ほら。でね、細かーくこれがね、ほら。みんなもね、多分これね、大阪に住んでる人って、これね、このガイドブック的なものは見たことあると思うんですけど、中身は見るの初めて思いますよ、ほとんどの方が。うわ、こんな風になってたんですね。これが無料ですよ。で、残りのね、こっちの面の半分が、ちょっと待ってくださいね。こんな感じになってますね。ね、外国人の方ね、もしあれ、これ、無料のやつあったらね、持って帰った方がいいですよ、これ。こんなん、なんかダイソーで100円で売ってそうな感じの内容なんですけどね。こんな感じですね。初めて僕も見ましたね。で、これがね、表面の、内容で、その次がね、ごめんなさいね。で、これがね、こちらね、裏面ですね。
こんな感じになってまして、おお、すごいな。でね、残り半分が、すごいでしょ。このような感じになってます。すごいですよね。なんか本当に、なんかダイソーで見たことあると思うんですけど、なんか地図が105円、108円で売ってるじゃないですか。あんな感じですね。あれの大阪版の、まあ、毛が生えたみたいなね、無料版です。ほんで、こんな感じにね、ほら、ほと細かくこんな風に、場所が載ってるんですよ、ほら。ねえ、すごいですね。僕初めて見ました。で、一方通行とかなんかな、これね。地図的な。すごいですね。なんかこれ、大阪に来る人にあげても喜びそうですね。もちろん。北区南、ね、南区、大阪城とかに、ほら。僕も生まれて初めて見ました。まあ、そんなもんですね。はい。まあ、こんな感じでね、私の今回の内容は、まあ、99.9%、外国人の方に対するね、大阪に来たらこんな感じですよ、こんな無料パン、ガイドブックがありますよっていうね、ご依頼の内容を配信させていただきました。私のね、動画の内容がいいと思ってくださる外国人の方、外国人の方ね、ぜひ私の動画のね、内容のチャンネル登録とコメントの方ね、よろしくお願いいたします。